最後のめちゃくちゃ強いトレーナーが待つ白金山のあそこのトレーナーも倒して最後まで行きました。移動中とか電車の中とかでもやってたりとか、あと仕事の現場とかでも持ってて休憩時間にやってたりとかはしてたんですけど、基本は家でやってましたね。トレーナーズカードね。はい、ジムリーダー16個全部倒して、でプレイ時間は42時間20分今んとこ。ポケモン図鑑52匹多分これ捕まえた数かな。52匹捕まえた。ですね、私の手持ちポケモンは見えるかな、こんな感じになっていて、赤いギャラドスとカビゴンとでルギア、ホウオウ、オーダイル、ニューラが今はいます。やっぱり私が一番好きなのはこのオーダイルで、意外と最初のからいるのがこの赤いギャラドス。最初から怒りの湖の時からずっと、もう手持ちポケモンから離れたことがないですね、この赤いギャラドスは。あ、そうだ、このかわいいかわいいおどししちゃんを持ってた。これで催眠術を覚えてるんで、その眠らせて伝説のポケモンゲットとか、あとまあジムリーダーでも眠らせて攻撃されないようにしてから攻撃していくみたいな。で、そうだ、学習装置をゲットしたんです私。オーダイルとかって最初からゲットしてるからなかなか戦闘に出すことがなくなってきて、だんだん周りのポケモンに追い抜かされていきそうになる時があるから、私それ嫌なんで、まさかのこのオーダイルに学習装置を持たせて、オーダイルは戦闘に出さないんだけど、で弱いポケモンを戦闘に出して、弱いポケモンで戦って勝ったら経験値が、この戦ってもいないオーダイルも経験値もらえるから勝手にレベルが上がってくれてて、だから常に一番強いポケモンみたいな感じになってて、でもそのおかげでいろんなジムリーダーを倒せたかなとかいう感じですね。伝説のポケモン3匹いるじゃないですか。ライコウとかスイくんとかエンテで、今ライコウが眠りの状態で、あとこんだけなんですよ。こんだけなのにすぐ逃げるんですよね、あの子ったら。伝説のポケモンライコウを見つけました。おー、イエーイ。これどうしようかなと思って、とりあえず脅し師の催眠術で何とかしてみたいと思います。行け、はあ、逃げられた。逃げられました。手持ちポケモンの中にはこのルギアと、あと鳳凰を捕まえたんですね。でも鳳凰は70レベルで出てきて、とりあえずスーパーボールで行く。もうやだ、あーもうやだねえ。ああ惜しい、ちょっと今で、もうボール投げまくるんですけど、それがハイパーボール20個とスーパーボール15個使ってやっと捕まえられたんですよ。かわいいポケモンを後ろに連れて歩きたいなって思うけど、一番弱いポケモンだとギャラドスだとか思ったり、なんかギャラドスを後ろに連れて歩くとすごいなんかギャラドスが草むらの中にいるよみたいな。あと金銀とかにはなかったなんかポケスロンとかの遊びができるところとかあるじゃないですか。あそこをやってみて、 DS ならではのそのタッチペンを使ってやるような遊びだったから意外と楽しくて、ジャンプコースとかスタミナコースとかってあるじゃないですか。それやってて意外となんか遊びそういう風にロールプレイングで
戦いばっかりもやってるけど、そういうちょっとしたミニゲームみたいに遊びもできるからすごい楽しかったです、あそこ。昨日は6845で、全日数10、歩数が84,388歩。なんか常に持ってたんで、これは。いや、ポケトレとかやったんですよ。で、なんかこういうのでポケモン捕まえられるっていうのが初めてじゃないですか。だからこれでポケモンも捕まえられて道具ももらえるんだって思った時に便利だなって思いましたね。はあ、あ、ここか。あ、ま、あ、来た。なにこれ、え、ちょっと待って。あ、ドガースだ。攻撃。お、急所に当たった。やったね。もう一回攻撃。お、いいんじゃないこれ、捕まえる。よし、来た来たー、ドガースを捕まえた。お、あちゃもんが戻ってきた。お、あちゃもんレベル1上がったよ。ポケウォーカーを持ってると歩かないとワット数がたまんないから、なんか歩こうっていう気になったというか、歩くことを意識し始めましたね、これを持ってから。銀をやってたのが10年前なんですけど、10年前って意外と覚えてないかなって思ってたんですよ、そのソウルシルバーをやるまでは。意外とやってみると、あ、こんなあった、こんなあったとかって思うようなことがたくさんあって、で、なんか変わってないところもあればすごい変わったところもあったし、もうそういうところが、なんだろう、一つ一つが楽しかったというか、同じ変わらないところでもこういう思い出があるから、10年前の思い出とかがあるから、あ、こういうのがあったわ、あ、楽しいとか思ったり、初めてやることに対しては、あ、こんなのもあるんだ、楽しいって 思えたり、あと、もう本当にピカチュウから私はやり始めてたんで、で最近になってルビーで止まってたんですよ。で、ピカチュウバージョン、銀バージョンやってルビーで止まってたんで、久しぶりにポケモンをやってみて、ポケモンの数は増えてるけど大体の流れはあんまり変わってないじゃないですか、昔から。だから、そう、それなのに毎回毎回楽しくできるってやっぱすごいなって思ったし、もう私はこんなに長い時間というか、こんなにたくさんポケモンのことについて話せるのって自分でも改めて、あ、こんなに私知ってるんだポケモンのことと思って、すごいなって思ったりとか。ポケモンってなんだろう、すごいずっとずっと一緒にいるというか、なんというか、なんかもうポケモンといったら楽しい思い出しかないみたいな感じだったんで、なんかまた今回こういうこのソウルシルバーができてすごい良かったと思います。はい、ありがとうございました。